おいセコンドでーす。はーい、イエーイ。急なやつ、イエーイ。イエーイ。いや分からない分からない、その急激なイエーイ。イエーイ。いや俺全然別にイエーイとかじゃないし。今日ははい、ちょっと今即興で考えたゲームがありまして。ニヤニヤしてんなお前。何？体内時計ゲーム。いやゲーム名ひねりゼロやん。体内時計ゲームそのまんまじゃねえか。まあ15秒ぐらいにしようかな。ストップウォッチでね、15秒をやって、はい、ビッて、まあまあよくあるやつじゃん。ただ、うん、普通にやっても面白くないんで、うん、あの片っぽ側が邪魔するっていう、むっちゃむずいむっちゃむずいっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、じゃあ早速いってみようかね。これ何、いやどうやってやるの。もう、まあ、iPhone でしょ。 iPhone しかなかったからさ。まずこれ押せてる自信がないよね。自分でこう目つぶっちゃダメです。こうやってピッてやって、いいと言います。目つぶっちゃダメなの。だってこっち見ないと面白いことさしてるんでさ、あ、そう、笑わせようとしてるわけ。あ、そういうこと、ね、そうそういうことよ、そういうこと。いいよ。はい、ちょっと一回やってみよう、はい、一回やってみよう。まず一回やってみよう。まずさ、こう iPhone だから押せないってパターンあるよね。そうそう、そのパターン押してる確証がないから。そうそう、まあ、まあ、そこはもう出ていきましょう。はい。15秒ね、15秒だよ。はい、 15? ちゃんと15秒、自分で15秒数えるんだよ、はい、体内。え、俺結構自信あるよこれ。本当に？いや俺自信ある、自信ある。あ、そう？その体内時計すごいから。結構邪魔してくるけどいいの。自分からやるの。いいですか？はい、自分の感覚でいきますって言ってください、はい、で15秒でピッと押して、はいはい、よーいスタート。1トゥルンテ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 ンすごいじゃん。あのね、でも怖いのは君の手ここ通るから。いやマジでこれ殴られたらどうしようっていう不安はあって。そんな中私は15秒もうすごい、ほぼビッたよ、ほら、俺すごいでしょ。これ得意なのよ、体内時計。君14.85。あ、そう。まあビッたしじゃなかったけど、でも 0.1 ちょいのズレですから、ね、いいっすか。いいよ。僕の番。難しいねこれね。ちょっとメガネちゃんとしよう。こうしてこうしとけばいいね。そうよ。いいっすか。あ、いいよ。いいっすか。はい、15秒だね。はい。いきまーす。はい。よーい、スタート。10876433321111119。はい、どうも。うわー、13秒81。全然じゃん。あれ？全然じゃん。もう心乱れまくりやん、俺のダンスで。いや、お前ずるいぞ、それは。いや、ずるくはない、別に。君とやってること一緒。ずるいぞ。君とやってること一緒。君ちょっと1、2って自分で声喋ってたから、それなしにしてよ。あ、なし？あ、心の中タイプ。そうそう、それでいこう。やっぱそこは、やっぱ耳で聞こえるとちょっとずるいじゃん。自分で言ってこうさ。でそこはちょっとなしにし、心で数える。マジで？オッケー。わ、これ、確かにむずいかもしれない。いいっすか？負けないぞ。はい、いいっすか？よー。よーい。スタート。楽しくなってんの、デイで。はい。わー、ちょっとずれた、ちょっとずれた。でも全然1秒もずれてない。わー、すごいなぁ。15秒46。15.46。まぁ、ちょっとずれたけどな。なかなかずれたけど。ちょっとじゃあ。いや、まあ、やっぱ笑うと声出しちゃうとちょっと乱れる。デイってなんなん。デイってなんなん。よし、はいよ。ちょっと絶対次はもっと近づけるから、ね、いい、頑張って。よし、いきます。はい。いきまーす。はい。よーい、スタート。デイ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 、右手でデイ、右手でデイ、左手はちょっと使わないで右手だけでデイ、右手だけでデイ、左手を使わずに右手だけでデイ。はいはいはい。何秒。ああ、見て。ああ、でも俺勝った、俺勝った。15秒49。待って、これデイってやると 15.4 時代になる。デイでやると 15.4 代になる。なるほど。なんだよー。何これ、デイって。なんだよー。デイってなんだよ、お前。
これさ、これ旗から見たら一人こうやってさ死んでしてるとこで横で「デイ!」とか言ってこれ何これこれ何のゲームだよ。クソ面白いこれ。はい、そんな感じでございました。いや、これクソ面白い。体内時計ゲーム邪魔ありで、邪魔ありでまた、はい、はい、おむつでやりたいと思います。バイバイ。何これ